ここに咲いた花。さあ、お入りなさいな。これを読みに来てくれたんだね。ここは誰も知らない小さな森。なんでもないような静かな森だけど、よく見るといろんな生き物がいます。悲しい気持ちの蜂、自信をなくしたホタル、小さな木を探していたツバメなど。ここではウサギのお話をしましょう。ここに咲いた花。美しい花の咲く4月の森。ウサギのコニーは毎日空ばかり見ていました。ある日、コニーが大きな耳をパタパタ動かしていると。何してるの？ツバメが不思議そうに言いました。空を飛ぶ練習をしてるのよ。どうして空を飛びたいの？それは森中の綺麗な花を見たいからよ。君はとっても花が好きなんだね。そうよ。だから空から全部見たいの。じゃあここにある花のことをよく知ってるんだろうな。そんなの知らないわ。だけど空を飛べたら全部知ることができるでしょ。そうだ、私に飛び方を教えてくれない？そうだな。飛ぶ前に周りをよく見て、どこからどうやって飛ぶのか確かめないといけないよ。迷子になっちゃいけないからね。わかったわかった。こね、ブンブン。違うよ、急いじゃダメだよ。ここにあるものをよく見てごらんよ。ここにあるもの？うわー、きれい。コニーはたくさんのきれいな花がそばにあったことに気づきました。空から見てもきれいなんだろうな。私もいつか空を飛べるかな。わからない。だけど君はまだ飛ばなくてもいいんじゃないかな。そうね、ありがとう。今はここの花をよく見てみることにするわ。コニーは時々空を見上げて耳をパタパタ動かしましたが、今日も花を一つずつ見ながら歩いています。お前さんのそばにも綺麗な花は咲いているかい？おやすみなさい。